はい、こんにちは、中地です。本日はですね、スターデューバレーというゲームをちょろっとやろうかなと思います。早めにこの動画をね、上げなきゃいけないんですけど、今、7月の11日、までセールが行われています。そもそもがね、そんな高くないんだけど、今セールが来てて、で、アップデートでね、日本語も、今年の4月だったかな、自信ないんだけど日本語になっております。今までは有志の方が作ってくれていた、日本語モッドで日本語化できていたんですが、公式で日本語がね追加されております。ここね、日本語モッドを使ってると日本語モッドの中で自分の名前を日本語でつけちゃったりするとバグが起きたりとか、そういうのあったんですけど、公式でそういうのがもう対応日本語になったんで、気兼ねなくね日本語で遊べます。しかもね、字幕がね、字幕っていうかフォントがね可愛らしい感じなんだよね。で、今 FF とかやってさ、俺が FF とかやってこうゲームにガッとのめり込んでさ、ちょっと疲れちゃったから、こう何たまにはのんびりしたゲームもねやっていこうかなと思って、たまにねこういうのやるんですよ。たまにっていうか、まあ好きなんだけどね。牧場物語好きな人はスターデューバレーめちゃめちゃおすすめでございます。で、今まではこのスタンダードっていうのしかなかったんですけど、自分の牧場がどんな感じのロケーションにあるのかっていうのがね選択できるようになりました。で、リバーランドっていうのがちょっと惹かれるんで、まあね、フォレストも惹かれる。どうしようかな。森の恵みが手に入るとか最高だよね。そもそもさ、でも川か。川岸からなる。フォレストにしてみようかな。そもそも海辺には作んないもんね、農場。塩害だっけ？水がほら、大変だから。ね。まあそんなこんなでこうやってゲームが始まります。この上にね、今、キャラクターが上行くと下行ったりして、わかるんですか？ああ、移動、歩く、調べるって、ちゃんと書いてあるね。で、このマイクラみたいにね、こう、いろんなツールが用意されています。で、これを使って、牧場を経営していこうと。そんな感じのゲームでございますよ。で、面白いのが、この家具をね、こうやって、並び替えることができます。これも嬉しいよね、こうやって。盆栽とか、じゃあなんか箱が来てるんで開けましょうか。パースニップの種、新規日記エントリー。パースニップの種を15個もらいました。ささやかながらお前さんの第一歩を祝ってこれをあげよう、ルイス町長。種もらっちゃいましたね。表出てみましょうか。これが僕のフォレストのね、森の中の農場だそうです。ひどいよねシナリオはねちょっと牧場物語っぽかったりして、おじいさんがいたんだけどもう使わないから、で、都会の仕事にもし疲れたら田舎に来て、のんびり農場生活でもしてみればっていう感じの始まり方をするので、そっからはね自由。ストーリーみたいなのもあるんですけど、それ完全に無視してもいいし、それになぞって遊んでってもいいし、日記がさっきエントリーされたんですけど、これですね、初めの一歩、牧場主になりたいならまずは基本から始めようって、袋に入った種を選び耕した土の上に種をまこう。この、ログじゃないね、なんだろう、クエスト、これを見ながらゲームを進めていけばストーリーが進んでいきます。まあやんなくてもやっても、まあやった方がいいけどね。で、挨拶した人27人中になんか多分挨拶してんだろうね。イントロで飛ばしてたんでその辺がわかんないんですけど、で、これがね納品ボックスですよ。こうなんかいらないものというか、作物、育った作物を納品していく。音楽がいいよね。聞こえてるかな？音楽がすげえいいんですよ、このゲーム。で、じゃあ、例えば、斧で木をね、
こうポコポコ邪魔だから、ちょっとね SE を上げてみようかな。環境音効果音上がってんだね。環境音足音ちょっと今 BGM がもしかしたら大きいかもしれないけど、この作業してる音サク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 ってで、このポコ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 さ、気持ちいいんですよこれがまた。でこの粘土とかね、これね一回掘ったところはどうやって戻すんだっけ、何にもしないと戻んだったかな。よいしょ、こうやって綺麗にして、でこの石もね必要なものなんですよ。クラフトの概念があるので、どれだったかな、インベントリいろいろあります。スキル、これはね作業をしてると増えてったりします。でソーシャル、これは村の人たちですね。これが町長だね。でまだ挨拶してない人はハテナで、結婚とかのシステムもあるので、男のキャラクター作ったらこの女の人たちとか、女の人作ったら男の人たちとのその何親密度がさ高くなったら結婚ができたりとか、そういうのもあります。でこれが全体マップだね。うん、今500円持ってんだね。でこれで少し広げたんで、じゃあここクアでね、こうポン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 広げてみようかなと。15個もらったんだよね。そしたら15マス作ってみようか。で種をこうおいしょおいしょと、マウスをねポリ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 ってこう動かせば埋まっていきます。で水やり、これ牧場物語とかやってる方はわかると思うんですけど、水やりね最初こうやってめんどくさい感じはしますけど、まあ楽しいんだけどね、この一個一個ちゃんと水あげていく感じが、だんだんこうツールのねレベルが上がっていくと楽ちんになったりして、うん、この丸太を破壊するには斧を強化する必要があります。斧が強化できるんだっていうのがここでわかりますね。うん、まあこのぐらいでいい気がする。もうこのぐらいで面白そうって感じれた人はぜひやってみてください。Steam の方で販売されております。日本語も対応になっておりますので、ちょくちょくねこのチャンネルでライブはやったことあるんですけど、よいしょよいしょ、いいね、草も取って、この繊維もね使ったりするんですよ。通常のマップになかったのはこの辺だね。野わさび、この辺はね普通のマップじゃ存在しないね。うん、こんなに生い茂ってないからね、この辺モリモリしてる感じで、農場の外とかに出れたりもします。足音もね心地いいんだよね、本当に。鳥がいてさ、ピョピョって鳴いてさ、 SE も気持ちよくて、普段ねなんかこう人ぶっ殺しまくるゲームとかさ、まあ大体なんかぶっ殺すじゃんゲームってさ、だからたまにはこういうゲームをやってのんびり遊べたらいいんじゃないかなと思います。楽しんでね、ぜひやってみてはいかがでしょうか。昔の牧場物語が好きな人とかもねぴったりだと思いますよ。最近の牧場物語ちょっとこう、まあ、3D になってね、快適なんだけど快適じゃない。昔のってすごくこう不便だった部分もあるんですけど、今の牧場物語って僕正直ねチュートリアルが親切すぎて不親切だと思ってるんで、ほんとねゲームに入り込む前に嫌になっちゃうんだよね最近の牧場物語。牧場物語好きな人ごめんなさいね、最近のやつね、なんかそこまでねついていけないんですよね。なんか話長えな、で自分の足でそこまで行って何があるかっていうのを知りたいのに、細かいムービーとかね、必要ないムービーとかがすごい入ってるなってイメージがあるんで、うん、なのでこのゲームはねそういうのもなく、まあ場所に行ったら
イベントが起きてお話があってっていうのはあります。もちろんありますけど、チュートリアルとかそういうのもほとんどテキストで補ってくるので、まずは種を植えてみようとかさ、この何テキストでしか言ってこないから、好きなように自由に遊べるのでおすすめでございます。時間の概念もありますよ。体力の概念もあります。この右のエネルギーってやつですね。これがなくなってしまうとね、倒れてしまうので、でベッド入ると次の日に行けたりします。はい、じゃあ最後に僕が普通に遊んでたところの農場を眺めながら終わりにしようかなと思います。はい、これが僕のメインの牧場でございます。でかいでしょ。このぐらいまで、大きくすることができます。ここにね、苗を植えて、まあ、これはトウモロコシなのかな、で、なんだ、カカシをね置いてみたりして、カラスを30羽追い払いましたよと。あ、カラスも来るのかとね、いろいろやれることもたくさんあって、で、この真ん中に置いてるやつ、これスプリンクラーとか作れたりするんで、で、もちろん動物も飼えます。なのでのんびりね、自分だけの農場を作ってみるのは面白いんじゃないかなと思いますんで、このゲームね、出た時、いつだったかな、その出た年に一番やったかなってぐらいハマりました。家帰ってきてね、このゲームのんびりねチクチクやってると癒されるんですよ。なので気になる方はぜひ遊んでみてください。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。